ヘイ注目、うん、感動できる少女漫画、長くて3巻まで、40代男性でも楽しめる内容。大御所の短巻どうですか、トーマの心臓とか。おー、少女漫画あんまり読まないけど、塩田先生とあんぷちゃん、読まない人の意見はいい。いやいや、ちょっと一応聞いて。ナナゲ、すごい売れたやつ、あれだ、四季の地理図。あざーす。何だったんだ今の。お問い合わせじゃない、書店員に。ヤンキーを閉めるわけないやと尋ねる客は意外に多い。お客様の意向を探り、選んだ一冊がお買い上げにつながる。それはとても楽しい作業だが、クイズ番組の回答者ってこんな気持ちなのかな。あ、ランタンさん、どうなりました、先ほどの40代男性でも楽しめる少女漫画は。あの人結局ベルセルク買ってったよ。嘘じゃろ、対局の漫画ですやん。長くて3巻までという要望の意味は、あらゆる珍展開に屈さずお客様の欲しい漫画を売る、それこそがコミック売り場の使命なのである。